南宗里見八剣伝南宗里見八剣伝の登場人物南宗里見八剣伝の登場人物は極定馬勤の読本南宗里見八剣伝に登場する架空の人物の内主要なものの一覧である。歴史上実在する人物を元にした人物も登場するがフィクションである八剣伝内の記述とは区別する。史実の辞席は 当該の項目を参照すること。物語への登場順に記載している。物語を主導する八人の青年たち。共通して、犬の字を含む名字を持つ彼らは、ひとし、ぎ、れ、さとし、ただし、しん、こ、ていの文字のあるじゅの玉を持ち、ボタンの形のあざを、体のどこかに持っている。赤八州の各地で生まれた彼らは、それぞれに新さを舐めながら、 因縁に導かれて、互いを知り、里見家のもとに結集する。そして、関東大戦の勝利に貢献した後、里見家二大当主、里見義成の八人の娘をそれぞれ妻とし、城を与えられ、重臣となる。八人には、子供も生まれた。時は、流れ、名王九年、剣士たちのあざや玉の文字は消え、気いも失われた。白浜園明寺にて、 里見末本六十年期、吉見十三年期の後、八人は、主題の要望で、安房の刺繍に配する仏像の目として、剣士たちに、数種玉を返上させる。里宮第三代当主、吉道が没すると、高齢になった剣士たちは子供たちに家督を譲り、富山にこもった。その二世八剣士は、吉道の弟である里宮第四代当主、実業に仕えた。 ある時、二世八剣士が八剣士が住む富山のよう、訪れたが、八剣士は、里見家に内乱が起こることを、予告、二世八剣士に多境に去るように悟し、消えていった。彼らは、仙人となったことが示唆されている。その予告を聞いた二世八剣士は、事業に病をかこつけ糸まごいをし、許され、多境に走る。そして八剣士の予告通り、 実業とそのおいで三大当主、吉道の子であり、実業が家督を譲った第五大当主、吉豊との間に内乱が起こる。その内乱は吉豊が実業を殺害し、吉豊が実業の子である吉高に敗れたことで終結。吉高が里宮第六大当主となる。二世八賢市の子供たちである三世八賢市は、吉高の代になり、再び、 里見家に仕えた。歌川国吉、本庁水古殿、豪傑八百人一個、里見八県後のうち犬塚氏の森高長六四年七月母術の、日、武蔵大塚で生まれる。父は犬塚万作、母は手塚。使用する立場、足利家の宝刀、村雨丸、脇雑誌は霧一文字。万作夫婦には三人の子があったが、 いずれも育たずに溶接している。手塚が子を願って、滝野川の弁済店に参拝した帰り道で、神県に騎乗した新女に遭遇したまを授けられるが、この時は取りこぼしてしまい、代わりに傍らにいた子犬を連れて帰る。その後出産したのが死のである。元服まで性別を入れ替えて育てると丈夫に、育つという言い伝えに、母が願いを託したため、女名を付けられ、 女装されながら育てられた。作中の万作の説明によれば、シノは、長いものを意味する古語であり、また万作夫婦が出会った、品の国に通じる。シノが幼い時に、母と死に別れる。文明2年、シノが11歳の時に、父が、ご教書破却事件で自害する。シノは、父の後を追おうとし、瀕死の吉郎犬を解釈した際、 その首から飛び出した玉が腕に当たり、あざが生じた。万作の遺言に従い、大塚引き六、亀笹夫婦に引き取られ、その幼女、浜地を言い名付けとした。また、大塚家に、下男として刺役されていた、学像と同じ縁にあることを知る。村雨は、父の自害の際に渡された。いつの日か、足利家に返すことを願っているが、 おば夫妻はこれを奪取しようと図っている。文明10年、19歳になった死のは、浜地の根性を振り切って元我に旅立つものの、村雨はすり替えられていた。このため元我では、患者と思われ、放流閣で、犬飼原八と組打ちを演じる。以後、行徳の粉屋で、破傷風を患い、三輪坊八夫妻の犠牲により蘇生した。 荒目山で、犬山同説から紫を返却されて、以降は、再びこれを博士とする。会では、浜地姫と出会い、その体を借りたなき言い名付けの浜地の魂から、思いを伝えられる。鈴森のあだ打ちに便乗した、大木谷貞だとの戦いでは、イカ五城を攻め落とし、民衆のために蔵を解放して、牧場を残した。官僚戦では、 犬飼原八と共に、河野台に出陣し、山内秋貞、足利重氏と対戦。大穴に落ちた犬、甲信兵衛の危機を救って、某八夫妻による、蘇生の恩に報いた。また、日野のしの刑を用いて、勝利を収め、重氏を捕虜とした。戦後、帰還する重氏に紫を献上して、不死三代の祝願を果たす。朝廷から、品之助に除せられた。 里見家の御女浜地姫を妻とし、登場上手となった。浜地姫との間に、次男事情を設ける。読者の前に最初に姿を表す剣士であり、老いたちが衝述されていることからも、八剣伝前半の主役と言える。また、父方、母方ともども、有機合戦において、関東九望家に準じた、忠義の師であることから、八剣士の中でも、 別格扱いにされることが多く、二次創作では主役を務める傾向にある。歌川国吉、極定をただし著八県四随一、犬川昌介、長六三年十二月一日、伊豆生まれ。幼名は昇之助。父親は、北条の将官犬川守に乗りとう。昇介の表記もある。干渉六年、父が、主君、足利正友の歓喜に触れて切腹。 里見家に仕官している母のいとこ、天崎きてるを頼って、母と共に暗亡国に向かうが、その途中の大塚で、母親が行き倒れる。以来、大塚家の下男として酷使され、人衆の日々を送っていた。下男としての名は、非体像。文明2年、12歳の時に、大塚家に引き取られた死のに、世話役見嘩し役として付けられる。 篠ははじめ翔介に心を許さなかったが、篠が自分と同じ矢座と玉を持っていることを知った。翔介は、出自を明かして、義兄弟のちぎりを結ぶ。引き録夫婦の手前、表向きはよそよそしく振る舞ったが、密かに、篠と武芸を競い、その書籍で学んだ。文明十年六月、元我に旅立つ篠を見送った帰り、縁塚山で、犬山同説と遭遇。 大塚に戻ると、主人非き録夫婦が神大非常宮六らに殺されて、おり、額像は、主人の仇を撃つこととなった。捕らえられた、学像は、主人殺しの罪を着せられて処刑されかけるが、死の、古文後、原発に救出される。十条兄弟の犠牲を払い、荒目山を目指しての逃避行の中で下男としての、学像の名を捨て、武士として、 犬川正介義人と名乗りを改める。荒目山で、李さんの後、越後では、古文語と再会してその危機を救う。越後を治めるエビラおとじに捕らえられるが、謙信刀、とつ守るに救われる。妻守は堀越久保家の急進であり、正介の父、英二と、縁子があった。対官僚戦では、古文語と共に行徳口を防衛。 長岡の軍勢を率いる稲、とつ守ると退陣するが、三者を避けて恩に報いた。また、大喜谷家の重臣で、大塚の領主である、大石県へを捕らえている。戦後は象徴協城主となり、里見家の次女、城野と姫と結婚した。城野と姫との間に一難次女を設ける。八県志随一の苦労人とみなされる。歌川国吉。 基礎街道69時のうち、わらび犬山道説。本シリーズは、中仙道の宿駅と、様々な物語とを掛け合わせた趣向。わらと、火にかけた地口で、原作中に、わらび塾は登場しない。長六三年九月、武蔵区に都島群生まれ。父は、練馬屋、重心、犬山道策定与え。浜地のイボニリー。生まれながらに左肩に、 小ブがあった。幼少時に、父の妾に毒殺されたが、墓の中で蘇生した。乳母は、おとおんである。犬山家が仕えた練馬氏は、年しましともに、大喜多に定まさらに滅ぼされ、父も討ち死にしたため、おばゆきよしろう、十条兄弟らとともに、大喜多に定まさをあだとして、必要に付け狙うことになる。同説は、家電の書を研究し、家遁の術を使いこなしており、 本郷縁塚山での初登場時には、過剰を装って、軍資金を集めていた。網から左母次郎から紫をダッし、浜地の最後を見取っている。章介と切り合った際、切り裂かれた、同節の左肩のこぶから玉が飛び出し、章介の手に渡るとともに、章介の玉を手に入れている。上州白井で紫を用いて、大木谷定政を撃とうとするが、 巨伝女性の策によって失敗。荒目山のお父の家で四剣士と合流し、自らも剣士として自覚すると、カトンの術を捨てた。この時、翔介と互いの玉を返し、村雨を篠に返している。離散後は、甲で物語に再登場し、犬塚篠と浜地姫を救出。 犬坂家ののあだうちを知るとこれに乗じて、大木谷貞政を狙い、里見家に仕官した後の対官僚戦では、須崎口の防御師として、大木谷貞政を追い詰めるが、いずれも失敗に終わっている。後に、里見義成の四女、竹の姫と結婚、三男次女を設ける、大木谷家への復旧の一年の余り、短期。 単余でトラブルメーカーとしての描かれ方をされている。内田ロアンは、治療分別がありすぎる八犬士の中で、同説を、短期で粗骨で一番人間味があると評している。歌川国吉、本町水古殿、豪血八百人一個、里見八犬後のうち、ヌカ原八の分長六三年十月二日、安房須崎で、漁師、ぬか助の子として生まれる。陽名、 元吉。玉は、おし屋の祝いに、ぬかすけが釣った鯛の腹から現れた。母は、産後の日立ちが悪く病死、生活に急したぬかすけが、須崎神社沖の近両区で漁をして死刑になるところ、領主里見家の伏姫、イカゴの死による恩舎があり、暗房を追放される。下佐行徳にたどり着いたぬかすけが、路頭に、迷親子心中を図ったとき、 里見家に赴く任務の途中であったほとり川久保家の、総卒、犬飼みひょうえに助けられ、引き取られることになった。み、ひょうえの城宿である小名屋にしばらく預けられ、古文後の母から父を与えられたため、古文後とは乳兄弟である。みはちと名付けられ、成長の後は二回、松山城之助という武術の達人に指示し、取り物の名人として、名を馳せていたが、 国者番の職を放棄し、茂氏の怒りを買って牢獄に繋がれた。ジップのぬかすけは、武蔵大塚村に移って、犬塚篠のの隣人となり、篠間際に玉とあざを持つ玄吉の存在を篠に告げていた。篠と玄八は、法流閣で、相見える。行徳で玉に連なる危縁を知り、何玉辺を加えて、玄八に改める。荒目山の離散の後、 高新山で、化け猫退治に関わり、犬村大学を知る。官僚戦では、河野台に出陣し、長坂橋で、小説、三国支援儀の長飛になぞらえた活躍をする。後に、里見義成の六女、しおり姫と、結婚、三男かずめを設ける。歌川国吉、七ついろ派等々富士人、犬田古文後長六三年十一月二日、行徳の旗小屋。 粉や文語兵の子として生まれる。犬、孝心兵は老いに当たる。巨漢であり、相撲を得意とする。父は神余り絵に仕えた武家の名古屋市出身だが、町人として暮らしていたため名字を称さなかった。16歳の時、行徳の町を荒らした犬太という悪人を、義教心から殺したため、犬太殺しの子文語、これが転じて、犬太子文語と呼ばれるようになり、 また自ら定順の意味名を定めて名乗ることになった。肉親の縁の薄い八剣士の中では、実の親と暮らした期間が一番長いが、剣士となる代償として、妹ヌイと、義定坊八の死、父との離別を経験することになる。荒目山での離散後、武蔵国で独夫船虫と出会い、命を狙われる。幕割代儀によって、石浜城で幽閉されるが、短海やこと。 犬坂家のと開口する。越後おじやでは暴れ牛を取り押さえる活躍を見せるが、当地で山賊の妻となっていた船虫に命を狙われ、行き合った小助と共に山賊を退治する。領主であるエビラオートジに捕らえられるが、稲、つ守るに救われた。その後諏訪で、家のに行き合うなど、船虫、家ノとは特に因縁が深い。対官僚戦では、行徳口に出陣。 千葉郡の豪傑二人と一騎打ちを演じる。戦後、里見家の末娘である乙姫と結婚、自慢事情を設ける。歌川国吉、里見八賢伝犬、高新米一氏文明7年12月、下宇佐国市川に生まれる。三輪坊八と縫いの子で、古文語はおじに当たる。八賢氏の中では最年少。生まれつき左手が開かなかったが、これは縫いが、 幼少の頃に飲み込んだ玉を握って生まれたためであることが後に明らかになる。幼名はまっらだったが、周囲に大八とあだ名され、この名が定着した。このあだ名は、片輪の車という連想によるものであることが知られる。初登場時は4歳。粉屋で、某八と古文語が争った際、某八に脇腹を蹴られて、歌詞状態に陥ったが、蘇生後に、 左手が開いて玉が現れ、某八に蹴られた脇腹に、あざが生じたことで剣士であることが、明らかになった。主題は、マッピらラの名を、神兵衛に改め、意味名を、ひとしとした。某八夫妻の使と神兵衛の剣士としての蘇生は、身を殺して、ひとしをなすを意味している。主題や妙魔に連れられて、安房に向かう途中悪巻に襲われたが、この時神隠しに会う。 これは、伏姫人によるものであり、新兵は、その日後の元富山で育てられ、救済ながら異様な成長を遂げて、里見義爪の前に再登場する。引きた元富士の二度にわたる反乱を鎮圧した。その後、結城の法要で七県士と合流し八県不足を果たす。京都に使者として赴いて、武勇を示し、関東大戦では伏姫に与えられた新薬で、 敵味方の戦死者を蘇生させた。物語後半の主役と言える。儒教の特目すべてを体現した、同時で完璧なまでのヒーローである。それゆえか、八剣士の随一を自ら称するなど公飛車な言動が目立つ。唯一の弱点は水蓮だったが、関東大戦への参加を前に、霊夢の中で伏せ姫より習得した。大断言では、 安房盾山城を与えられ、里見義成の長女で9歳年上の聖峰姫と結婚、犬子まっぴら女神犬子犬、子第八、長女、1496年生まれの次男和目を、儲けるが死別する。その後、独身を貫いた。歌川国吉、犬坂家の、岩井史千口橋の重心、愛原種旅のけの子、幕割大気の作望により、 小宮山一刀太の手で種旅は撃たれ、相払一族は滅ぼされた。幕割の打ってを避けた母は、相模箱根の犬坂村に逃れ、三年に及ぶ、解体の後、干渉六年家のが生まれた。母と共に、女伝学の一座に入ったため家のも女装で育てられ、短海屋と名乗っていた。女殿学師小敷、放火士に姿を変え、父の仇である幕割大器と、 小宮山一等太を狙う。女性とも見まがう美貌の持ち主で、女田楽師短会屋として、小文吾に結婚を申し込んだことがあり、小文吾は女性であることを疑わずに承諾している。諏訪で再会したこの文吾から、剣士の因縁を聞かされ、玉とあざを持つことから剣士に連なることが確認されるが、小宮山一等太のあだちを優先して、死を残して去った。その後、 カニ木前、川越森行らの違いを得、大木谷家に仕えて、立山面太夫と名を変えた一刀多を打ち果たしたが、これに便乗して、大木谷さ政への復旧を図った、犬山同説らの火星によってカニ木前と、川越森行は自害することになる。八県市随一の作詞であり、関東大戦では、里見軍の軍師を務めた。あに、 里見義成の七女、小波姫と結婚し、次男を設ける。歌川国吉、極帝を忠だし諸八県四随一、犬村大覚官将元年生まれ。父は下野の豪子赤井は一角、母は真っ赤。陽名は角太郎。父親を殺して成り変わった化け猫に虐待されたため、母方のおじ、犬村かに森木清に引き取られた。犬村家の一人娘、 ひなきぬと結婚するが、ひなきぬの腹部が妊娠したように膨らんだことを、自分以外の男と密通したためと誤解して離縁し、自らは返し壁の里の草案に住まっている。犬飼原八が赤岩一角の亡霊の制託を受けて、大津を訪問した時には、ひなきぬの弁解を聞きながら、無言の行を続けていた。ひなきぬの腹部が膨らんだのは、 大角の玉を飲み込んでしまったため、犬飼原八の助力と日な野の犠牲により、父の仇だで歩か猫を倒し、剣士の群れに加わる。八剣士中最後に登場する剣士。古今の書物に精通している。関東大戦では、赤岩百中と名乗り、敵地三浦に潜入して活躍した。後に、里見義成の三女、日な姫と結婚した。 日ま姫との間に、次男事情を設けた。安房里見家初代当主。伏姫の父。八県伝の物語の因果の種をまいた人物。父、里見末元と共に、有機合戦に参加するが、柿津元年の有機落城に際し、二人の家臣と共に、安房に落ち延びる。その途中、三浦半島で白龍の昇天を見る。 その頃、安保四軍のうち二軍を治めていた滝田城主審、甘利光弘が、逆審、山下定金に打たれ、民衆は暴政に苦しんでいた。立山城主安政経連を訪問した吉兼は、比例の応対を受け、安保にはいない恋を探すように命じられるが、その途中で上山利への急審、金丸八郎と開口する。八郎の協力を得て、兵を挙げた吉兼は、 貞金を撃って二軍を平定する。かつて光弘の愛称であり、貞金の妻となっていた玉津佐を捕らえた吉根は、玉津佐の除名を一度は口にするものの、八郎に諌められてその言葉を翻す。玉津佐は図その言葉を残して斬首された。和佐国シーズ上主のマリアツニュード精錬の娘、イカゴを妻に迎え、伏せ姫と、里見義成の父となる。長六元年。 里見寮の飢饉に乗じて、隣国の安政経連が侵攻し、滝田城が包囲され、落城寸前となった時、飼い犬の八房に、経連の首を取ってきたら、褒美に、伏せ姫を嫁にやるという。八房は、一声吠えると敵陣に踊り込み、経連の首を持参して戻ってきた。混乱に陥った安政軍を、里見軍は、破ることに成功。さらには、経史のない、 安政領を平定し、安保国は、里見家のもとに統一される。吉姉は、褒美として、三回賃味や係の役人を与えるが八房は、一切興味を示さず、ついに、伏姫の信条へ乱入する。これを知って生きり立つ吉姉に、伏姫は、犬相手とはいえ、君主たる者が一度口にした約束を違えてはいけない、と述べ、 八房を伴い、富山に入ることになる。翌年、富山に入り伏姫の自害に立ち会う。その後、家徳を犠牲に譲って、滝田城で隠居し、滝田郎公と呼ばれる。物語後半では、富山で、犬、高信兵衛の再登場に立ち会っている。元、安房滝田城主で、長さへぐり二軍の領主。愛称、玉ずに溺れ、関心。 山下貞金を徴用して国を乱れさせた。山下によって暴殺される。主君の神余り光弘に徴用されて悪性を行う傍ら、玉ずさと三つ。日頃白馬に乗っていた山下を暗殺しようとする、その木木平、須崎無さんの計画を逆用し、狩りの際に神余り光弘を自らの白馬に乗せて彼らに殺害させる。神余る死に代わって、 長さ、へぐり二軍の領主となった。里見吉宗の軍勢が迫る中、部下に離反されて殺害される。金丸光弘の愛称であったが、山下貞兼とも密通しており、神山まの死後は、山下の制裁となった。滝田落城時に、彼女を捕らえた、里見吉宗は一度は、除名を約束しながら、金丸、八郎のことに従いこれを翻した。玉津は 自尊まで、畜生堂に導きて、この世からなる煩悩の犬となさんとの図その言葉を残して処刑された。その怨霊は、里見家にあだなすことになる。元金丸、八郎の若党山下貞金の専用に生き通り、同志の須崎無区さんと語らって、山下貞金を暗殺しようとするが、逆用されて、金丸光弘を殺してしまう。この時、 近所のナコ七郎と戦闘になり、打ち果たす者のムクさんは死亡。自身も、重傷を負って、囚われの身となり、さらし首となる。彼の孫が、三輪坊八で、ナコ七郎の命と結婚したことから悲劇を生んでしまう。ゆえに、犬、甲信兵衛は総尊に当たる。神余まるや旧神金あり家はもともと神余り家の所流で、老親第一席であったが、 八郎の父が早く死したため、微クに落とされ、八郎は神余まり三に金所として仕えていた。金余光りに、たびたび還元するも入れられず出奔し、五年の間、諸国を巡っていた。柿津元年、山下貞兼が神余まり三を暴殺したこと、自らの若党であった蕎麦木牧隊須崎むくさんがそれに利用されたことを知ると、暗謀に潜入。 よ譲ずるの古時に習い、顔に漆を塗って古敷に身をやつし、主君の敵として、山下を撃つ機会を伺った。織氏も、勇気から落ち延びた、里見吉宗が安房に流浪していると聞くと、白橋川で接触し首相に迎える。5月に、滝田城を占領すると、山下に従ったかつての同僚たちの初段に当たった。特に玉津さについては、 吉根が一旦除名に傾いたところ、玉津佐を、定金に継ぐ逆賊と死団、吉根を本意させ処刑させた。玉津佐は、裏目式かな金丸八郎、許さんという手名を、拒みて我生を残ならば、何時もまた遠からず、歯の錆びとなるのみならず、その家長く断絶せんと図その言葉を残す。書き元年七月七日、吉爪は二軍平定の功績第一として、 八郎に、長佐軍の半ばを与え、登場上城主に認じようとする。八郎は吉爪に感謝しつつも、恩賞を受ければ、妙利を得ることとなり、古主に対して不忠、去りとて敷いて拒めば、主君の恩義を知らぬ者になるとして切腹。今はの際に、かつて放浪中になした子と対面する。吉爪はこの子に、かなまり、大助光徳の名を与え、将来大助を、 登場城,城主とすることを約束して、自ら八郎を解釈した。安房立山城主安房軍の領主であったが、勇気合戦から落ち延びた、里見義真を快く迎えず、安房にいない恋を義真に探させた。義真と、山下貞金の合戦の混乱に乗じ、もう一人の領主、マロ神寺の所領、朝日奈軍を平丼、里見氏と安房を二分する。後年、 安西良が、飢饉に陥った際に、里見家より支援を受けたが、その翌年に、里見良が、飢饉に陥るとこれを責め滅ぼそうとした。八房に首を取られる。三大歌川報告、歌川貞秀大日本64、その内安房里見の姫君伏姫。伏姫と八房小前に、金丸大輔、里見義金の娘。 八剣士の象徴的な母。母は、マリアツ入道精錬の娘、イカゴ。作中のカキツ二年夏、三福の頃に生まれたため、伏せ姫と名付けられた。三歳まで泣きも笑いもせず言葉も発しなかったが、母と共に、須崎明神の縁の行者の岩屈に参拝した、帰り道に、洗脳に、神義八行の呪図を与えられ、以後は健やかに美しく成長した。 長六元年、伏姫16歳の秋、飢饉に乗じて安政経年が里見漁に攻め込む。落城の危機に瀕した父は水坂月の席で敵将の首を取ってきた者に伏姫を与えるという。これを里見家の飼い犬であった八房が実行し、約束の履行を求めた。この時、伏姫の名は人にして犬に従う犬の妙戦寺象であることが、 明らかにされる。伏姫は父に君主が約束を違えることの負荷を解くと、共に、神義八行の玉の文字が、女是畜生発母大臣に変化していることを示し、富山に伴われる。富山では、北家行を度胸する日々を送り、八房に肉体を許すことはなかったが、翌年、山中で出会った、仙道から八房が、 玉ずの頭書を追っていたこと、土胸の苦毒によりその怨念は解消されたものの、八房の気を受けて八人の子の趣旨を宿したこと。さらに、それらが世に出るときに、父と夫に出会うことを告げられる。伏姫は、犬の子を産む恥に耐えられず獣水を図ったが、織氏も、伏姫奪回のために、富山に入った金丸大輔による、銃撃の誤射を受け負傷。織しも、 里見吉雨も富山に導かれ、父と夫の前で滑服し、体内に犬の子がないことを称した。その傷口から流れ出た、白木は、姫の珠,珠を空中に運び、神儀八行の文字が記された八つの大玉を、悲惨させる。伏姫は安堵して死んだ。長禄二年秋、去年十七。死後は、伏姫人となって、しばしば登場し、 剣士たちと里見家に加護を与える。伏せ姫人としての書筆は、こう願う手塚の前に現れて玉を授ける描写で、挿絵では八房に寄乗した姿で描かれている。危機に瀕していた犬、甲信兵衛は、神隠しによって救い出し、手元に引き取って育てた。明治期の評論家、詩人で、日本において、 近代的恋愛論を展開した先駆者として知られる北村東国は1892年に富山の伏姫を題材として諸女の純潔を論図というエッセイを女学雑誌に発表した。江戸時代の下作はもとより古来日本の文学では諸女性、純潔性が尊重されてこなかったと嘆く東国は伏姫が八房に肉体を許さず、しかし慈悲を及ぼして、 成仏に導いた描写を評価し、伏せ姫の中に八剣伝あるなり、伏せ姫の後の書巻は、俗を喜ばすべき、共有団あるのみと説いた。里見家の飼い犬。もともと、里見領内の犬県村の村人に飼われていた。母犬を亡くして、狸に育てられていたことを珍しく思われ、里見家で飼われることになった。体に八つのボタンの花のようなブチがあることから、 この名がある。滝田城が攻められた際に、敵将安政敬連の首を取り、里見義雨に約束通り恩賞として、伏姫を求めた。この時、狸の米、玉面が、玉須と通じる明仙事象が明かされ、里見の子孫を畜生道に導くとした玉須の怨念によるものと理解される。富山では初め重欲をあらわにしていたが、 伏せ姫の度胸に耳を傾けるうちに、母大の心を生じ、八房に取り付いた玉須さの怨念は浄化される。通い合った木が、ヤゴの種子となり、伏せ姫に宿るとともに、数種玉の、女瀬畜生発母大神の文字が、人倫道徳たる人儀八行の文字に戻ったことが、示される。伏せ姫と共に受水しようとしたが、折しも山中に入った金まり。 大助の鉄砲に撃たれて死んだ。以後は、伏せ姫人の上記として描かれる。八房が安政敬礼を打ち取ったエピソードは、甲子真史の飼い犬藩久後の話を元にしたもの。安房登場の合詞で、里見吉寂が山下討伐の兵を挙げるとこれに従った。杉倉下元がマロ真史を打ち取ったことを報じる。死者として登場。 吉金の命で八房と伏姫を追跡したが、富山の谷川で急流に押し流されて歴史した。子は鳥彦テルブミ。園に犬川翔介がいる。金丸八郎幸吉の息子。影響9年、八郎が上余り家から蓄典した際に身を寄せていた、和佐国阿ク郡関村の農民一作の娘、農萩との間に生まれた。 ノウハギの妊娠に動揺した八郎は去り、ノウハギは産後の日立ちが悪く死去。かき元年七月、隣国の動乱と、かなまり、八郎の活躍を伝え聞いた、祖父一作に連れられ、滝田城を訪れ、物語に登場する。しかし八郎は、登場上手となる恩賞を拒んですでに腹を切っており、今はの祭での不死大面となった。里見吉兼はこの子供に、 金な大介皇徳の名を与え、将来登場上司とすることを八郎に約束する。吉兼は伏せ姫を大介に、死はせようとしていた。里見良が、飢金になった際、金な大介は、安在家に両米を買う使者として派遣されるが、安在方の襲撃を受ける。続く滝田城攻防戦でも、帰産の機会を失い、母方の縁を頼って、数差に逃れるが、 伏せ姫が八房と共に、富山に入ったと聞くと、伏せ姫の脱会を目指して登山。八房を鉄砲で撃つが、伏せ姫にも致命傷を負わせてしまう。大助は、自害を図るが、同じく富山に入った、里見吉姫に止められる。大助と吉姫は、身の潔白を立てるという伏せ姫の自害に立ち会うことになる。この時八方に散った珠の玉の行方を探し出すために、 大介は出家し、犬の字を分解して、法名を、主題とした。剣士列伝への登場は、行徳、粉屋の場面で、古文語、某八、死の、玄八らに主玉と伏せ姫の縁を伝える役割を果たし、新兵の剣士としての再生に立ち会う。その後も天、咲きて文と共に、剣士創作にあたり、会に、創作の本拠を置いて浜地姫の帰還にも関わった。 なお知略を尽くして、同族を退治する総話もある。大団円では、伏姫人の聖域である富山の洞窟に消える。八県伝の物語解釈上、主大の存在は重要な位置を占める。主大は、伏姫の夫となるべき人物であった。また、金丸氏は、安房の丘陵主である、神谷丸氏の一族であり、八県氏は朝廷に創生して、 金なまりに改めている。八剣士の霊的な父とする見方もある。伏姫が山中であった。先導は伏姫に、子を産む時に、父と夫と会うと告げていた。しかし、伏姫は八房も大介も、夫とすることを否定して死んだ。大団円の挿絵は、神剣八房を伴わない伏姫人の隣に、先脱した、主題を描いている。小屋の厚は、 八犬伝を主題が父の座を回復する物語として読み解いている。里見吉成安房里見家二代。吉真の息子で伏せ姫の弟、陽明二郎太郎。父から家督を譲られ稲村に城を築いて移った。八百美国妙珍の妖術によって新兵衛を疑うこともあったが、大ね名君として描かれている。八人の娘と二人の息子がいる。 里見義道犠牲の着手。引田元藤に拉致されたが、犬、甲新兵衛に助けられる。関東大戦では、孔の代に出陣。安保里見家三大当主となるが、若くして、世を去った。里見実る行里見義成の次男。関東大戦には、名目上の留守指令を任されていた。義道が創生すると、その子の義とが幼かったために、 里宮や第四代当主となる。実業が国主となると八県氏は高齢を理由に、それぞれ息子に家督を譲って退院した。後に、老いの吉豊との間に内乱を起こす。天さきてる里見家家臣。父親の天さき十郎照武は、富山に入った伏姫と八房を吉金の命令で、追いす死し,した。この縁で、主題ともども八県氏探索の任に携わる。 八剣士が見つかった後は、朝廷への使者として、安房と京都を往復する。剣士に比べて地味で目立たないが、陰で彼らを助ける。二代目、多川国貞八剣伝剣の創始のうち、足利重氏ほとり川久保を。八剣伝冒頭に記される有機合戦で滅びた、鎌倉久保家が再興されたもの。関東官邸である両上杉家と対立し、 下宇佐国ほとり川に本拠を置く。足利重氏ほとり川久保を。鎌倉久保を。足利持氏の子。里見家の主君筋に当たる。犬塚篠野の主筋でもあり、犬界原八も使えていた。しかし、実験を関心横堀財村に握らせていたため、二人とも結果的には、里見家に追いやってしまう。横堀財村小学坊。 足利重氏に仕える執権。関心。原発を、極者の長の役を誇示した罪で入浪させた。また、村雨についての死のの弁解を聞かず、うってを差し向けた。八剣伝作中では、山内家と共に、関東官僚を務める。大木谷貞政関東官僚。八剣氏とは、様々な悪因縁を持つ、最大の敵である。中心や、 犬才の犠牲によって、反省の色を見せる描写はあるものの長続きせず、関心に左右されやすい。死のたちが住んでいた、大塚村は過労である大石家の領地であり、その人大たちの悪事によって、浜地や、小助たちの災難がもたらされる。また、犬山家の主家である、練馬家を滅ぼしたことから犬山同説に必要に、狙われる。 更新塚の処刑場破りや荒目山での出来事、さらには、小宮山一等田が発端となって一時的に居城を、占拠される事件など八県士たちを憎み、彼らが仕えた里見家に、悪の念をたぎらせていった。ついには、山内や喫だと、足利重氏を引き入れて、関東大戦を勃発させる。大田助とも大木谷家重信、大田道館の息子。 犬山同説が最初に、定政まさを襲撃した時には身代わりを用意する、ことによって、難を防ぎ、荒目山では、犬塚、犬川、犬海、犬田、犬山の御剣士を襲撃、彼らは離散することになり、再会までに長い年月をかけることになる。作詞という印象が残る人物である。還元を相手するため主君と不仲であり、関東大戦では後方に追いやられていた。 カニ目前、大ギ谷貞政の制裁。剣婦人として称えられている。湯島天神で、飼っていた猿が木から降りられなくなったのを助けてもらった、ことで、放火や者、素人、犬坂家のを知る。関心、小宮前、淘汰を除こうとする、川越森行の策略に理解を示したが、それによって、夫の貞政が、危機に陥ってしまい、責任を感じて自害してしまう。 当初は、長尾影春のおばとされていたが、後に、エビラ大ートの娘と設定し直されている。史実の定まさ性質は、影春の姉妹である。川越森幸大喜谷家の重臣で、中心として知られた人物。小宮山一等太の還元に乗せられた主君が、北条家と阿義を結ぶことに意義を唱えていた。 カニ目前の飼っている猿の一件で、犬坂ケノと知り合い、ケノに、北条家の和議の使者として向かう小宮山一刀太を、闇討ちすることを依頼する。ケノによって、小宮山一刀太は打ち果たされたものの、家臣を殺されて激怒した、大ギ谷貞政が森行の生死を振り切って出兵。ケノと森行の密談を、犬山同説が立ち聞きしていたことによって、 サダマサが八剣士たちに吸収され、危うく命を落としかけたことに責任を感じて切腹する。川越佐太郎隆氏は息子。官僚家の重臣であったが、長尾影春が反乱を起こし、越後から上野にかけて自立した勢力を築いた。史実については、長尾氏長尾影春の乱も参照。史実の長尾影春は、白井長尾氏であり、 越後の長尾氏とは同族だが別系統。長尾影春官僚家重心でありながら反乱を起こした人物。上野国白井城主。本人は関東大戦まで登場しないが、その政治動向は八県氏や周辺人物の行動を左右した。関東大戦時には長尾太郎ため影という息子が登場する。史実の長尾ため影は影春の子ではない。 エビラ・大戸寺長岡・ゲ春の母親。越後国家高井城にあり、息子に代わって、越後半国を統治している人物。娘は、大石賢義と千葉地種に嫁いでいる。また、蟹目前も謹慎である。義教の死、女上部と称えられる性格であり、大喜谷・貞ダからも一目を置かれている。千葉家家臣幕割大輝一家全滅に絡んだ古文言。 大石漁で処刑場から脱走した章介が越後にいることを知ると、稲、豊志光に命じて二人を捕らえさせた。唐突守るエビラオートの過労。命令で、犬川章介と犬田古文吾の二人を作望でもって捕らえるが、二人を処刑することに納得いかず除名を試みる。これを拒否されたので、身代わりを仕立てることによって二人を救う。 実はかつて小助の父、犬川の利に恩義を受けていた縁がある。関東大戦では、エビラオートの代理として、市川戦に参加する。武蔵石浜城に根拠を置く武蔵千葉家。千葉一族の描写には、史実の千葉氏の内紛が参照されている。なお、八県殿においては、千葉高種を当主とする下草千葉氏の存在にも、触れられているが、 物語には関わらない。千葉助地種、ね、武蔵石浜城主。安具な君主として描かれており、初登場時に、実験は幕割大器、城武氏に握られている。なお、エビラオートの娘婿の一人である。千葉家の内紛から、兄、実種と共に、武蔵に逃れて、赤塚城主を務めており、相原種旅と、小宮山一等多が仕えていた。 兄から家督を継承する際に、兄の重臣であった幕割大器の策に乗せられ、種旅の死、老山の畜天、幕割大器による、相原一族の滅亡を招いた。地種は幕割大器を徴用したが、幕割大器は地種を暗具の弱小と表して軽んじており、無本を企んでいる。ただしこれは種旅の維持、犬坂家のによる幕割への復讐によって阻まれた。 関東大戦においては、両官両、古学防連合軍に加わって、物語に再登場するが、行徳口に出陣した、地種は家臣に、次々に裏切られて、里見家の捕虜となる。抑留中、家のと古文語から、幕割の逆防を知らされて、自らの不明を恥じる。相原種土千葉地種の重臣。相原氏は、千葉氏の一門。 実種の重心であった、幕割大器の作望により、小宮山一等太の手で殺害される。種旅の死後、幕割大器によって、相原一族は幼児に至るまで滅ぼされた。名の逃れたけの運大児が、犬坂家の、幕割大器千葉地種の重心千葉市一門幕割高種の同族であるが、高種とは対立する実種、地種陣営に身を投じた。もともと、 千葉み種の重臣であったが、地種が家督を継承するのに際して地種重臣の、小宮山一等太や相原種旅を作望でもって、尻溶け、家中の第一人者になり寄せた。安具の主君に代わるべく着々と準備を整えている。犬田小文豪を配下に迎えようとするが誇示されたため、監禁した。相原種旅の維持、犬坂家のの復讐の相手であり、女伝楽師 三回屋として入り込んだ毛野によって、打ち果たされた。小宮山一等多元千葉地種の重心で、栗原種旅の同僚。千葉家の実権を握ろうとする、幕割大輝の策略に乗せられて愛原種旅を打ち、自らも蓄電する羽目になる。その後、ニセ赤井は一角の弟子になり、その推挙によって、長尾影春の家臣になるが、ニセ赤井は一角と、犬村大角。 犬飼原発との騒動によって、長岡にもいられなくなり、立山面太夫と名前を変えて、大喜谷家に主観。長岡の内情を知っていたことから芝叩く間に、重心になり上がり、多数の家臣たちが、山内家の和睦を望んでいるにもかかわらず、北条家と同盟を結んで、三内家と戦うように仕向けることに成功。北条家との同盟の使者として旅立つが、鈴森で、 犬坂家のの襲撃にあって撃たれた。山内秋貞関東関連で定政のライバル。しかし、八剣伝では剣士たちとこれといった因縁を持たないので影が薄い感がある。関東大戦では、変馬三連射という兵器を持ち出してくる。北条長氏本編には登場しないが、八剣伝の世界では、 北条家が史実より早く小田原を居城とし、両官両家を脅かすほどに成長している。関東大戦も両家が合体して、里見を滅ぼすことによって、北条家に圧力をかけるために起こしたという側面もある。武田信正貝武田家の当主。道理を飽きまえた名君として描かれており、死のと同説を家臣に誘った。両官両による関東大戦にも組みしなかった。 犬塚万作、死の親子を中心とする、大塚物語の登場人物。犬塚万作犬塚篠の父。鎌倉久保岡の近住、大塚匠作三十の子。結城合戦が敗北に終わった際、父から託された鎌倉久保岡伝来の、名刀村サメ丸を携え、美の大垣で処刑された春王と安王の死宮を奪取。品の路でつまた場と巡り合い、 長い旅を経て、郷里、武蔵大塚村に帰るが、家督と村長の職は、姉、亀笹の夫、大塚引六に奪われており、犬塚と名字を改めた。篠のの飼い犬の吉郎が、官僚家のご教書を破損したと言いがかりをつけ、村雨を脱出しようとする、姉夫婦から村雨を守り、また、篠のを守るべく自害した。異端三手束の父で、篠のの外祖父、 シナノの武士で、源頼政に仕えた、井野早田の末裔、有機合戦に参加して戦死した。生前、匠作とその子供同士を死忘せることを約束していた。物語の本編には直接登場しないが、シノは、各地で、その関係者たちと巡り合い、起源を感じることになる。なお、馬巾は、滝沢家の祖先を、井野早田と考えていたことがあった。 バキンはシノに同じ祖先を持たせていたことになる。引き録、亀カメザは晩作のイボ姉でシノのおば。引き録は、もともとはゴロツキであったが、亀笹の夫となり、大塚家の家督を奪って、大塚村の村長になった。晩作は、姉夫婦と争わず、犬塚を称した。晩作が自害すると村人の手前、シノを引き取り、養生浜地を主和せて、 家徳を譲ると約束するが、傍ら、村雨を奪おうと、様々な策を練る。村雨丸の献上を持ちかけて、死のを遠ざけ、村雨をすり替えて、浜地を、神代、非常宮六に嫁がせようとした。しかし、浜地が網から左母二郎に誘拐され、激怒した、日のぼらに殺戮された。浜地、大塚引六、亀笹の養女で、犬塚死のの言いけ。 実は、犬山同説のイボ妹でなお正月と言った。母親は、同説の父の愛称で、同説とその母親を除いて制裁になろうとしたが、同説が蘇生したため発覚して初段。絶縁される形で、大塚家に養女に出された。干渉3年1月生まれ。言い,い名付けの死の死体、死のの子がへの旅立ちの前夜には、切々と思いを訴えた。 養父母の関係にはめられて、人代、非常具六に、嫁がされそうになり、首を吊ろうとするところを、かねて浜地に横連んする網から左母次郎に、誘拐された。しかし浜地は、左母次郎に従わず、本郷縁塚山で左母次郎が持っていた本物の、雨を脱回して、左母次郎に突きかかったために帰り討ちにされる。今はの際に、 イボ兄の犬山同説に会い、自らの出生の秘密を知る。亡骸は章介によって、ダビに付された。文明10年6月19日没。去年17。後に、海で同盟の浜地の体に憑依し、死のに思いを伝える場面がある。二次創作では、ヒロインとなることが多い。ぬかすけ大塚村で死のの近所に住んでいる、善良な百姓。 王二十四年生まれ。もともとは、安房国須崎で、反応反業の暮らしをしていた。一子、元吉が生まれるが、妻は、産後の日立ちが悪く病死、乳児を抱え生活に困窮して、殺生禁断の裏で密漁を行い、捕らえられた。領主里見家の夫人と姫の三周期のために大社が、行われ、死を厳じられて、元吉ともども、安房を追放された。 しかし、下佐行徳まで来て、いよいよ急死、飛び降り自殺を図ろうとしたところ、小学坊の家臣に救われ、現基地を彼の養子とした。その後、大塚に流れて農家に奉公し、村の御家と結婚して、百姓となった。しかし、五歳とも死別。その死に際して、死のにその身の上を、残悔ながらに語り、小賀にゆかりある死のに機会があれば、 元吉にこのことを伝えることを託す。元吉は、死のと同様の技を持ち、玉を得ていた。犬飼い原八である。文明9年7月22日没。狂念61。網から左母、二郎ぬかすス家の旧宅に住むようになった老人。初登場時25歳。色白で、美目修麗ひなには稀なる美男と描写される。 元大喜多に定まさに故障として使え、弁絶の爽やかさから主君に徴用されたが、人を阻しることが多く追放された。筆跡に優れ株音曲にも通じていたため、大塚で手習いや株の師匠となるが、多くの浮き名を流し、亀笹にも気に入られた。浜地に化粧しており、亀笹から浜地との結婚を条件に、 死のの刀と引き録の刀,の刀の刀身をすり替えるよう依頼される。守備よくことを果たすが、死のの刀が村雨と見るや、引き録に偽物を渡し自分のものとした。しかし、引き録亀座さが浜地と非常偶六とのコ議を準備をしているのを見ると、浜地誘拐の虚に出る。 本郷園塚山で、自らの意に従わずに、メで突きかかってきた浜地を帰り討ちにするが、居合わせた同説によって殺害された。高田露伴は、京殿や三馬にかかれば生きで野暮でなくて、物の分かった、愛される人物として書か,かれるのに、馬金の手にかかれば、人の機嫌を取ることはうまいが、腹の中は、不親切な人物として書か,かれると評しており、京殿。 サンバとバキンの実社会との関わり方の違いを論じている。二次創作では露出度が多くなる傾向にある。また生がしばしば、アボシという表記になっている。歌川国貞が、八県伝の舞台を演じた役者へ。左から、三輪坊八、犬太古文吾、犬海原八、粉屋、文吾兵、犬塚氏の。粉屋、文吾兵、犬太古文吾と縫いの父、行徳で、 はたごや、こなやを営む。元は、安房の人で、かなまり光弘の近所、なこ七郎の弟。光つを死後の混乱を避けて、武士を捨て、なこを転倒して、野号を、こなやとした。幼い頃の犬飼い原発を預かったこともあり、法流閣から行徳に流れ着いた原発と死のを、助けた。こなやの惨劇に先立ち、 死のをかくまった疑いをかけられ降因されてしまう。三撃後、大塚に赴く小文吾を見送り、新兵らと共に安保に向かうが、途中で新兵衛は神隠しに会う。その後、子や孫に再会することが叶わぬまま安保で死去した。縫い小文吾の妹で新兵衛の母。市川の三輪坊八にとついだが、夫と兄との間が険悪になったため離縁され。 第八を連れて粉屋に戻ってきていた。夫と兄の喧嘩に巻き込まれ、夫に切られて死ぬ。その地は結果として、破傷風で、瀕死となった、犬塚死のを救い、子は、剣士としての生を受けた。縫いは、犬を転倒させたネーミング。作中、妙戦事象として明らかにされる。三輪坊八この文語の儀定市川の選手、犬小屋の主で、 土地の顔役。要望は犬塚志野によく似ている。相撲の勝負で負けたことが原因でこの文豪と対立関係となり妻の縫いを離縁お尋ね者である志野を出せと粉屋に押しかけて小文豪と争い、謝って、妻とこの大八を手にかけた上、小文豪に切られる。実は、彼の祖父、その木木平隊らが粉屋。 文五兵の兄、ナコ七郎を殺したという悪因縁があった。ヌイとの結婚後に、これを知った某八は、ナコ家への、夫妻を返す機会を伺っていた。相撲の勝負に起因する対立は、地域の顔役として不可避ではあったものの、それ以後の行動はこれを解くための行動だったことが、臨終の際に知られる。某八は、己の身を殺すことによって、死のを助け、この大八は、 ひとの玉を持つ剣士、新兵衛として蘇生した。これは、身を殺して、ひとを成すという聖語に基づくプロットである。某八は、八房を転倒させたネーミング。作中、妙戦事象として明らかにされる。妙魔某八の母、新兵衛の祖母。市川の選手である犬小屋の娘で、俗名は富山。粉屋の惨劇の場に現れ。 三輪家と名こ家の因縁と、某八の真意を伝えた。年齢にそぐわず美貌の持ち主であったため、横連墓する。ならず者のために機難に遭遇するが、伏姫によって救われる。この時新兵衛が神隠しに会う。暗房に移った後成長した新兵衛との再会を、果たし、対官僚戦では、乙女と共に活動する。武蔵練馬城主。 練馬家の家老を務めた家で、犬山同説はこの家の出身。豊島信盛練馬倍ねの兄弟は、長尾影春にこ応して官僚家に反乱を起こしたが、えごた、池袋の戦いで滅ぼされた。練馬家の残党は官僚家への復讐を、伺っている。練馬滅亡の史実については、豊島氏、市、豊島しまや島つね、練馬城なども参照。 おばゆきよ、死老剣参の元家臣。十条緑次郎、尺八の父。名は、はじめよ死老。おとんと密通していたことが彼女の妊娠によって発覚し、犬山家から暇を出された。練馬や滅亡後は、大と名乗り、神宮川で先導をしながら官僚家への復旧の機会を伺う。物語への登場は、 引き録が篠の持つ、雨のすり替えを企む下り。後に、篠らによる、章助救出に協力することになる。荒目山で官僚家の手勢と戦い受役しようと、したところ、伏せ姫人により、富山に導かれて、新兵衛を育てることとなった。新兵衛と共に再登場し、以後は新兵衛に従って活躍する。通称の吉郎は、犬塚篠の飼い犬。 吉郎と同盟であり、加盟は、ゆきは、犬のおばという関用区からのネーミングである。犬、剣士との縁を示す、妙戦辞書である。おとん、犬山同説の乳母。若い頃に、おばゆき吉郎と過ちがあり、十上緑次郎、尺八兄弟を産む。練馬家の滅亡後は、息子の嫁たちと共に上州荒目山の世に住み、ここが、死の、正助、古文後。 原発、同説の後研死結集の場となった。息子たちの願いを受け、吉郎と正式の懇儀を行う。伊予が巨伝所ともの襲撃を受けるとなぎなたを手に奮戦。伏せ姫人によって、一家ともども富山に導かれ、新兵衛を育てることになる。斎藤城後は官僚戦で大活躍を見せる。力に、尺八をばゆきをしろと、おとの子、創成十条は、 おとうの名字、犬山同説の乳兄弟。練りうまいへの滅亡後は義郎と共に官僚家への復旧の機会を伺っていた。形状破りを行った四剣士の逃亡を父と共に助け、討ち死にする。しかしその魂魄は荒目山に現れ、両親やそれぞれの妻である英種、単節姉妹と会う。力に尺八は八房の文字を、 解体再構成したものであり、妙線事象であることが作中で明らかにされる。英主、丹節練馬家中、徳牧師の娘で、姉の英主は、力次郎の、妹の丹夫師は、関八郎の妻。終焉の明る日に合戦が起こったため、一夜だけの夫婦であった。シュート目のおトーンと荒目山に住み、コンパクトなった力、次郎。 関八郎の来訪を受け、落ち散の中、伏姫人によって、一家ともども富山に導かれる。気づいとして、富山で二世の力、二郎、関八郎を生む。関東大戦では官僚家に潜入し官庁として、働く。高新山は下谷国の山。栃木県日光市に実在する。赤岩一角下付赤岩の豪子。犬村大学のジップ。武芸に秀で 高信山の化け猫を退治しに出かけたが、逆に食い殺された。高信山山頂の洞窟で、犬飼原八は、一角のコンパクト出会い、あやかし猫を父と信じて疑わない角太郎に、真実を知らせること、あやかし猫を退治することを託す。偽赤岩一角正体は、高信山の化け猫。本物の一角を食い殺し、彼に化けて、村に戻った。 世気を吸い取られたり飽きて食い殺されたりして五歳は次々に変わったが、武蔵から流れて五歳に収まった船虫だけは平然としていた。更さんで本体を表している時に原発に左目を射抜かれた。その治療のために、ひなきぬに彼女の胎児と心臓を差し出すよう迫る。角太郎はこれを断ろうとするが、一角は不義の子をかばって、 父を殺すのかと恫喝。返事に窮した角太郎に対し、ひなきぬはその窮地を救うべく、また我が身の証を立てるため、腹に歯を立てる。その腹から出てきたのは、退治ならぬ霊玉。実は、以前に、ひなきぬが病に伏した際、誤って、水と共に霊玉を飲んでしまっていたのだ。霊玉は、一角の変化を解き、 かつて玄八が左目をいたあやかし猫が姿を現す。ここに至って、自らの思い違いを知った角太郎は、玄八と共にあやかし猫を退治する。ひなきぬ犬村大覚の妻、干渉三年生まれ。大角の母の兄である、犬村蟹森の娘であり、ひなきぬは、大角の十枚に当たる。大角の玉を誤って飲み込んだために妊娠状態となり、 貫通の疑いをかけられ離縁される。偽一角の要求をのみ、また自らの疑いを晴らすために自害してしまう。文明十二年九月九日没。氷年十九。四十六条木工作会の国猿石村村長。浜地姫の養父伊丹三名を秀に仕えていたため、その孫である死のを気に入る。淡雪、那城武岳家臣。 四十六条木工作の五歳夏引きと密通している。木工作を殺害し、その罪を死のに着せようとした。浜地姫四十六条木工作の幼女で、実は、里見義成の五女。伏姫の命。幼い頃には死にさらわれて、海の地に運ばれ、木工作に拾われた。付近にある浜地という市場長の名を聞いて笑った。ことから、浜地が、 本来の名だろうと名付けられて育てられた。彼女の乳母として四十六条屋に入り、後目工作の御彩になったのが夏引きである。大塚で篠の言い名付けであった浜地に告示している。四十六条屋に、篠が投入した際、前の浜地の魂が彼女に乗り移って、思いを伝えた。伊沢を拠点に剣士を創作していた。 主題らが事情を漏れ聞いてかつては死にさらわれた里見家の姫と気づき、当時着ていた着物で浜地姫と確認された。安房に戻った後、引きた元藤の反乱に巻き込まれるが、伏せ姫人によって守られる。大団円で死のの室となる。実母のロキツは、犠牲の側室で、有機合戦で討ち死にした、下神戸ためきよの娘。母方の祖父が、 伊丹三サンナの重邸なので、実は、死のとは、桃園関係である。犬、コ新兵衛ベイ再登場までの登場人物。船虫行く先々で八剣士たちを阻む悪女。はじめは武蔵において盗賊、波、ミ、シの妻として、犬た小文吾の前に現れる。波ミ郎は小文吾を殺そうとして、帰り討ちに会う。船虫は、夫の老跡を悲しみながら、 せめて者は美にと一節切れの尺八をこの文語に渡したが、この首相な振る舞いは罠であり、船虫は古文語を窃盗犯として千葉家の目台に突き出した。尺八は、かつて失われた千葉家代々の家宝、名敵嵐山であった。しかし、古文語は尺八を一度は受け取ったものの、尺八が価値あるものと思い、船虫の留守中にそっと戸棚へと返していた。 古文語の疑いは、晴れ、船虫が捕らえられるが、千葉家家老、幕割大器こそがかつて、船虫夫妻に、嵐山を盗ませた黒幕であり、船虫は逃がされる。ついで偽赤井は一角の御祭として、下野赤岩に現れ、義理の子である、犬村大角を苦しめた。その後、越後に逃れて、山賊の妻となっていたところ、犬田古文語と遭遇し、 その命を狙うが古文吾と小助によって阻まれる。最後は、武蔵で、辻君となり、強盗殺人を犯していたところを、官僚との戦い前夜の六賢士に捕捉され、その悪行の報いを受けさせられる。石亀屋、次団太しげちごおじやの旗子の主、土地の顔役で、古文吾を艦隊した。後に、古文の一人と妻の裏切りに会い、 越後を追われ、諸国を流浪するが、犬、甲信兵衛と知り合って、里見家に従う。氷かき算三武蔵保北の郷子。元は、有機合戦の参加者。娘へとの婿で、豊島維新である落合余りの七牛手と共に、官僚家の勢力圏内で、自治空間を築いている。はじめ、原発と大津のを盗賊と間違えて捉えたが、伏せ姫の加護と、 聡明な十個の判断により、原発と大津野は脱出、死の同説と開口して、真犯人を捕らえ疑いを晴らした。この縁によって、北北田号は、剣士の拠点となり、郷民は官僚との戦いの際の戦力となった。二代目、多川国定、八県伝剣の創士のうち、二名陳剣、後新米再登場後の主要登場人物、 引田元富士の反乱、新兵衛の京都物語、関東大戦及び大団円に関連する。引田元富士和佐立山城主。もともとは、伊吹さんの山賊の息子で、父親が軽死したため和佐へ逃走。幸運と作望によって、立山城主になりやがる。明珍の幻術によって見せられた浜地姫の姿に、一目惚れし、里見家との縁組みを願うが拒絶され。 里見家の御蔵師、吉道を誘拐して、兵を起こすが、新兵によって、たちまち捕らえられる。一度は解放されたものの、明珍の助力を得、里見家から新兵を遠ざけて、立山城を再奪取した。しかし、帰還した新兵によって撃たれた。明珍数々の妖術を操る八百尾国。引田元富士と夫婦になって、彼を助け、里見家を苦しめる。 正体は、昔、八房の犬を育てた、富山のメスタヌキ。玉ずさの霊が取り付いており、恨みをその身に残す。正木大善、大木谷家主月神、川越森之の息子。七賢士の前に、父と蟹目前の死を伝えに現れた。七賢士たちからは、我門と、動員果の天縁約束あるものならば、賢士の隊に入るべきと評されており、 じ検んと、位置づけられている。父親の後を継いで、大喜多二家に忠義を尽くそうとするが、関心たちの残言により殺されそうになった。危ういところを正木狐に助けられ、犬、孔信兵衛に誘われて、里見家のために働くことになり、名も、正木狐にちなんで、正木大善と改めた。関東大戦後の、大団円で、かず大も苦情主となる。その警符は、 史実の安保正樹氏に結びつけられている。後日誕として、子孫、正樹大善事項の武勇と反乱が語られている。正樹狐千年近く生きたメスの老子。忍が丘城の城代を務めていた、川越森行に恩を受けたことがある。川越佐太郎の乳母である正樹を誤って殺したため、彼女になり代わって乳母となったが、 歌たた寝中に正体を表してしまったため、姿を消した。その後、忍ばず池のほとりで茶店を開いて、旅人を助け、くどを積んで九尾の狐となった。川越高の処刑の場に、エビラオートジに化けて現れ、処刑を中止させた。これにより千人の命を救った狐が返じる、狐竜となり、新兵衛と高が見守る前で昇天した。 後年、狐竜としての天命を、全うし、化石となって、カズサ国に墜落する。八剣伝において九尾のキの狐は、真獣としての登場である。馬琴は、まキツ狐の口を借りて、狐が元来随獣であること、方針演技や、それに影響された玉も前の幼獣イメージが、誤りであることを交渉している。 徳陽欠場の名札、五匹寺の住職。官僚細川屋の執事、香在副六次長の子で、細川正元とは入兄弟に当たる。少年時に人を殺し、出家するという条件で釈放された過去があり、素行が悪い。里見家主催の勇気の法要で呼ばれなかったことに腹を、縦八剣士たちを襲撃した。その後は、京都に舞い戻り、細川正元に、 里見家を残祖、家に登った犬、甲信兵衛と対決する。細川正元室町幕府の実権を握る官僚。入兄弟の徳洋から、里見家謀反の疑惑を吹き込まれ、上落してきた犬、甲信兵衛を抑留する。疑惑を調査して、徳洋の残言を退りけてはいるが、男食家で、文武と美貌に秀でた信兵衛に惚れ込んだために、安房に帰ることを許さなかった。 決して瞳を描き入れてはならないとされた、小瀬かな丘の虎の絵が持ち込まれると、強いて瞳を描き入れさせて、これを実体化させ、刑に虎騒動を引き起こす。事態の収拾ができず、帰国を認める代わりに、新兵衛に虎退治をさせる。虎退治を得てそのまま帰国を図る新兵衛へと、新兵衛大津まで追いかけた。 政元のやりとりは、三国支援儀の関羽と曹操のやりとりに由来する。虎騒動が原因で官僚を辞職するが後復帰。火災、香西またろとの関係が悪化し、打たれる。ありがとうございます。